無罰無感規制版本源氏物語とは、源氏物語の半本の一つ。江戸時代初期に刊行されたもので、時代的には枯渇字本による刊行が終わり、正半本による刊行が始まった時期の最初のものである。本書の出版時期について、河瀬和馬は、官営の末年下、あるいはその少し、後暗い年、清水福子は、官営商法頃とした。 歓喜も抜群も持たない、正反本の源氏物語であることから、無抜無歓喜正反本、または、無歓喜正反本の名称で呼ばれている。歓喜も抜群も持たないことから出版にまつむろる、事情についてはほとんど不明である。想定も、おおむね簡素なものであるが、大阪府立大学造本のように稀に流麗な、表紙を持つものもある。源氏物語の本文のみを内容としており、 後のの英り源氏物語のように挿絵も持たず、首書、源氏物語や古月章のように注釈も持たない。また、後の正反本では普通に行われているような、振り仮名、楽天、苦闘天の付与といったものが全く行われておらず、この点でも、正反本よりは枯渇地盤に近いものとなっている。この半本の本文は、他の多くの源氏物語の半本と同様に、青表紙本の系統。 さらには三条二鹿本の系統に属するものであるということができる。しかしながら、より詳細に調べてみると、伝差画本、首書、源氏物語、古月章といった主流となった半本の本文とは少し異なったものであり、元は本、この無抜無関規制半本、半本万水一路で共通の特性を持った一群を成している。清水福子は、 この半本の本文が1653年に松永提徳の抜文をつけて刊行された半本満水一路のものとほぼ一致することからこの無抜無関規制半本もまた松永提徳またはその門人たちの手によるものではないかと推測している。ありがとうございます。